NTT データ、品川ビルは東京都港区に立つ超高層ビルである。愛称はアレア品川。1998年4月、品川駅東口再開発地区の B-3 エリアの敷地を NTT データが取得。近隣には NTT 品川ツインズなど NTT グループの既存施設や所有地があり、外区全体を NTT グループで揃えることで、作業効率の向上や資産価値を高める狙いがあった。FM 品川特定目的会社及び、個人に1名を事業主とし、NTT データがリースを受ける形態が取られた。2001年4月に着工。27ヶ月の後期の後、2003年6月20日に、竣工した。8から21回は、事務室、22回から27回は、 データセンター互換フロアの構成で NTT データとして初のオフィス主体のビルとなった。品川駅に近いことから1から2階には一般に利用できる飲食、物販店舗が入る。3から5階には500人収容の貸し会議室東京コンファレンスセンター品川が開設された。愛称のアレアはラテン語のアーダー・ウム・レポの意味・アニマを略したもので、 魂に情熱を注ぐという意味が込められている。花崗岩のボーダーが入った黒い熱線反射ガラスのカーテンウォールが外観の特徴で外断熱ダブルスキン構造が採用されている。全館に IP 電話が導入され、次世代ビル管理システム e 3ビジオンや自動電圧調整装置エコリスタなど当時の最先端の IT が採用された。建設資材や 内装材にはリサイクルを前提とした、あるいはリサイクルされた材料が使用され、空調には地域熱供給を利用するなど環境に配慮した設計が取り入れられている。2004年度にはグッドデザイン賞を受賞した。品川駅港南口北側には NTT ドコモ、品川ビル、NTT 品川ツインズ、品川シーズンテラスなど、 NTT グループが関係する建物が多く立地する。ありがとうございます。